今日はモニター壊さない？壊しません。はい。どうも皆さん。あれ。ハンター×ハンターコラボガチャ引いていこうと思います。あと10日ということで、まあちょっと前回ね、20何個打ち込んだ結果、ハンター×ハンターコラボで金の卵が1個しか出ない、そのしかもそのうち1個もレテロだということでね、カイオどころかゴンさんもキルヤも出なかったという悲惨な結果になりましたので、今回マジで引きます。引こう、引きましょう、引こう。そして今回、特別ゲスト、前の会社の先輩をお呼びしております。あ、どうも、はい、もぎやです。はい、はじめまして。はじめまして。はじめまして。はい、毎度。あ、やっちゃうやっちゃいましょう。毎度毎度。はい、毎度もごでございます。いいよ。はい、聞いちゃおう。聞きますか。どんどん行こう。はい、森田さんはちなみにハンターハンター見たことありますか？それがですね、はい、あのなんか最初の試験あるじゃないですか。あ、はい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 、あれ面白いですよね。は、日は見た。あ、見た。そこまでしか見てないですか。ちょっとそこら辺からちょっとジャンプから離れちゃった。あでも一応単行、あの漫画の方で読んでたんですね。そうそうそう、単行本でも読んでない。うん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 。だから、まあ、深く突っ込まないです。あ、すいません。じゃあ行きましょう。はい、マホサギ60個あります。12回行きます。はいよ。運命のまず1回目、ドン。まあほら、コラボは絞るって言うじゃん。絞るって言いますからね。ビスケ、ビスケかぶってんな。でも立て続けに引いていきましょう。はいはい、行きましょう。次、2回目、お。いやーマジで金出ないぞこのフェス。おい、ほんとに。あ、でもあれじゃん、究極できるよ。レオリューですか？そう、究極来たんすかこのキャラ。来た来た来た。へえー、強いんすかレオリュー。究極って次行こう。レオリオもな、かぶったんだよな。よし。いや、マジ金出ないって、これ、ほんとに。聞かせて。あ、どうぞ、じゃあ、次、モジャさんのハンドパワーで。当てたい。はい。打ち手が変わるとね、またね、結果も変わるって言いますからね。いくよ。どうぞ。はい。はい。ギーン。引けねえわ、マジで。俺、これ、自分で引いてもこれだったんだけど。あ、そうだったんすか。愛されてる。いや、じゃあもう一発いきましょう。いいよ。いやー、でもちょっと、あ、まあね、まあ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 、ちょっと待って。え？あ、これいった。おー、これいった。乱数調整ですか。うん、さすが村さん。はい、 IT の力を使って、これはもう金でしょ。引けねえぞ。全然出ませんやん。引けねえ、もうかぶったわ。しかもかぶりまくりですやん。かぶったわ。これ確率おかしくないか。おかしくないよ、完全確率なんだよ、世の中。完全確率か、わかんないけど。なんかでもな、みんな引いた？カイトとか引いた？いや、結構一発で引いたとかって人いますよ。マジか。3発でゴンさん出たとか。ちょっと待って、今あれ見よう。途中経過見させて。あ、じゃあ途中経過はこちらです。あ、間違えた、モンスターボックス。はいはい、すいません。こんな感じですね。黄色くない？なんかえらい黄色いですね。あれ、どっから引き出したっけ？レウリ、レウリ、いや、ここのビスケからです。ビスケだっけ？はい、いつもね。あれ違うか、レウリオだ、だよね、レウリオからです。まだ全然かぶってます。金は出ていません。全然出ねえじゃん。これ 10% ですよね、でもだと思うけどね。 10% でしょ、だって 10% だったら普通に出ると思うんだよな。おかしいでしょ。でも10分の1を10回中に引くの 66% ぐらいでしょ。あー、そっかそっか。これも全部かぶりじゃん、実質3人じゃん。もう実質3人ですよ、黒ロロ。でもほら、かぶり救済あるからね、かんで。あー、なんか、誰でした？あ、クラピカまだかぶってるんで。かぶりですね。なんかこのクラピカ、なんか妙に色白で女の子っぽいですよね。なんか子供っぽくないですか、このクラピカ。え？いや、ちょっと待って、マジで出ないつもりか、本当に最後まで。嘘だろ、このゲーム。ありえていいのか、こんなことが。これで今、4人ぐらいしか出てないの？出てないです。あれ、銀って何種類？
銀7種類まあいいや、おこれあと当たるでしょ、さすがに出るでしょ、金ちょっとあと2回ですよ、だってあと2回ですよ、引き返して村さん、そい村さんターン出ない、もう出ない、ダメだもうこれ、もうダメだ、あ、そうか出ない、あるべ、来い、はい、何個言えてんの今、前日から合わせて何個やってんの、多分40回引きましたね、40回引いて金の卵1回だけですよ、だってありえへん、もう全部売る、売るの、全部売りますよ、プラスじゃないやつ以外、もうそれだってね、ポイントに変えますよ、こんなやつ、芝ドラ、え、はい、芝ドラは買えるならもう売ります、課金しないの、追加ですか、いやーマジでさー、完了しました、やった、映ってるって聞かれる、じゃあ行きますか、追加攻撃、お、あと17回、もうさすがにこれで出るでしょ、多分これで出るんですよ、これでほらー、ほらプラマラ、プラマラ、プラマラ、プラマラ始まった、でも結構流れが変わって、まだに、ね、未だにその銀が 出るっていう、これちょっとうわなちょっと待って待って待って、ほんまにやめろやこれうまい、大丈夫だよ、引けるって、だって、え、金 5%? 嘘、テンション高め、テンション高め、大丈夫だよ、で、大丈夫、まだ出るよ、まだ出る、まだチャンスあるの、しょ、え、金 5%? 10% やろ、さすがに、ちょ、むじゃさん、ちょっとお願いします、3回怒涛のように言っていい、どうぞ、行くよ、何も考えず引いてください、もう、はい、やりえへんって、これ大丈夫だ、まだ後輩の iPhone 持って大丈夫だって言ってる俺もなかなかのあれだけど、嘘だ、大丈夫、怒涛のように引くから、今から俺がゲンする来たよ、 2%? でもそんなの確率だよ、実際、はい、出ませんやん、今ゲンするタイム来た、ゲンするタイム、ゲンするタイムじゃないっすか、これゲンする3連で金確定みたいな、やばいな、俺よ、マジゲンする完全にゲンするタイムですよ、ゲンするタイムだね、これね、ちょっと待って待って待って、逆にゲンするだったら熱くない、あ、ほら全然熱くない、ちょっともじゃさん引いてくださいまた聞くの、引いてください、もうゲンする出たら逆に欲し、ゲンする出たよ俺も、いやもう金金金、ちょっと待って、マジか、あ、しかもクラピカ、ゲンスルにも捨てられたわ俺、嘘でしょ、さすがに出ると思ったよ俺で、俺セルの時これだった、え、これだったんですか、セルの時これだった、これ闇来てる、闇を感じる、でも出るでしょ、あと5回でしょいや、あともう5回しかないですよ出た、ゲンスルゲンスルまたゲンスルすごくない、ま、後半のゲンスル率ゲンスル率高いですね、ちょっと待って、嘘や嘘や嘘や、分かった分かった、あれが悪いんだよ、あれが悪いの、あれが悪いの、何が悪いの、え、何があるんですかこれ、あれが悪いんだよ、一回さ、はい、その回すってボタン押してから抽選じゃん、もう抽選です、あ、なるほど、一旦さ、なんか違うとこ行こう、モンスターボックスちょっと見る、モンスターボックス見れば、なんか変わりますかね、
まあ、こんな感じですけど、このクラピカ1ですいいね。クラピカの T の字書けそうな感じだった。あ、確かにここなんか変えればね、確かに欲しいな、これいいですね、これビスケが邪魔でしてますけど、はい、クラピカ T。 じゃあ、まあいけるよ、いいっすか、これいけるよ。もやさん、あれこれなんか行くよ、あ、やべ、大事なとこ、いいや、そい行っちゃってください。嘘やー、マジで、やばい、ありえん、やばい、異常、行く、どうぞ、あ、いいの、言っちゃってください、もう何回引いた、30、4回は引くの。ちょっと待って、かぶったわ、かぶったわ、かぶっちゃった。ラスト1回だけど、育成に回す、いや、引くでしょ、引きます、はい、ラスト行こう。ガンホー、お、俺を敵に回したら怖えぞ。お、金、勝たなければ勝たなければゴミ、勝たなければゴミ。おお、来た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 。あー、なんでやねん。なんでやねん。うわー、ほら、某さ、あれじゃん、元トップランカーはずっとネテロがいなかったって投げてたけど、2回引いたからね。2回。いや、本当にだって神の神展開になるかと思ったのに。神展開だよ。ある意味神展開かもしれませんけど。な、実質な、今 何回引いたの？今日だけでやっても23回。いや違う、30回、ちょ、29回か。なるほどね、ですよ。それで出てよ。でも一番多いのクラピカ、クラピカですね、一番多いのが。クラピカ T、 クラピカ T がなかなか、クラピカ T いいね、ここだけ入れ替えたいですね。綺麗だね、綺麗だよ、綺麗綺麗綺麗ですね、うん、確かに綺麗ですけど、もう一回行く、いや、もうきついです、もう厳しい。もう厳しいです。